皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。じゃあもう始めちゃいましょうかね。はい、じゃあイベントを開始させていただきます。明大学の桃崎と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。で、本日は医療競争大学のウェアさんと一緒に司会をさせていただきます。ウェアさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、で今回は、ドイツのですね、シャリテベルリン医科大学に現在留学されている、岡村先生、理学療法士の岡村先生にですね、日本と海外の医療の違いなどについてお話をいただくイベントとなっております。岡村さん、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今ドイツにいらっしゃって、だいたい時差が8時間ぐらいですかね。そうですね、今お昼の12時になってます。ああ、夜中じゃなくてよかったです。ありがとうございます、こんな時間に。いえ、はい、大丈夫。それでちょっとですね、今回のイベントを開くことになった経緯について簡単にお話しします と、これまでですね、我々リハビリテーションと栄養に関するバーチャル集会っていうものをですね、ちょっとクローズドで、月1ぐらいでですね、定期的にやってました。で、今回は、まあ、岡村さんにお話しいただくっていうことになりまして、もうこれはちょっと多くの方にですね、聞いていただく必要があるでしょうということで、公開イベントとさせていただいたっていう次第です。はい、でこれ後でちょっと告知のところでお話しするんですけど、まあ、3月にですね、バーチャルリハ栄養学会っていうのを、まあ、クラスターで開催することになってまして、そちらでもですね、ちょっとウェアさんに講演していただくということで、今回ですね、はい、声をかけさせていただいて司会を手伝っていただけることになりました。ありがとうございます。にぎやかし担当です。ありがとうございます。お願いします。はい、じゃあもし準備よろしければ岡村さん、早速お願いしてもいいでしょうか。あ、はい、画面見えてます。大丈夫ですか。はい、はい、あ、じゃあもうよろしくお願いします。はい、お願いします。シャリテベルリン医科大学で研究してます、岡村と言います。よろしくお願いします。お願いします。そして、ちょっとメタバースクラスター初めてなんで不慣れだと思うんですけど、よろしくお願いします。今回の話、岡村個人の印象や感想が結構多分に入ってますので、ご留意いただいてですね、まあ、皆さんちょっとそう、この科学的根拠に基づいていないとこもちょっともしかしたらあるかもしれませんけども、そのあたり、ご容赦いただいて、皆さんと一緒にいろいろディスカッションできたらいいなというふうに思っています。楽しみ。岡村さん、もしよければちょっとこちら会場の方向いていただいて、どう方向きりんとね。あ、そうですか。そうですね、そうですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、今日はですね、自己紹介してですね、海外研究療法の中身とか、あと日本と海外の医療っていう、で最後皆さんとディスカッションしたいなと思っています。自己紹介をちょっとさせていただきます。私は岡村正嗣といいまして、理学療法士でちょっと学位とかもいろいろ取らせていただいております。兵庫県の丹波篠山というところで生まれて、大阪の三島郡島本町っていう、まあ、端っこの方の町で育ったんですけど、まあ、ここは皆さんご存知な方もいるかもしれませんけど、サントリーの山崎っていうウイスキー作ってるところで、蒸留所が近くにあって、まあ、水がきれいなとこで、なんですかね、明智光秀と豊臣秀吉の合戦があった天王山というのが近く、ほんとすぐ近くにあるところでございます。で家族構成、まあ、妻と今子供が3人いてですね、みんなドイツベルリンで一緒に生活していまして、まあ、趣味はいろいろあるんですけども、子供がサッカーやりだして、
ドイツ で、あのサッカー観戦とかしだしですね、うん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 、ヘルタ・ベルリンっていう、ブンデスリーガのチームが、ベルリンの地元のチームなんですけど、これが2部に今年落ちちゃって、これを2024年で過ごしております。うん、はい、うんうん、すごい強いですね、なんか経歴がすごい勝ち組ですね。いや全然勝ってないです。であの今あのドイツのシャルケベルリンから行くのは、ね、シャルケ保健研究所再生医療研究センターってところで客員研究してて、あの横浜市大 の、あのリハビリテーション科学ってところで同時に客員研究員もしております。うん、すごい。であの2008年に今 の、あの大阪公立大学というところなんですけど、ここを卒業して、その後理学療法士になって、あの修士を横浜市大、あと博士を横浜市大で院で取らせていただきました。で、まあ、あのいろいろ移ってて自分一人でなんか医局移動みたいなことをしてたんですけど、あの横浜市大に最初入ってですね、あと兵庫医大、京都市立病院とか、あとまた横浜市大戻らせていただいて、で2022年からシャリテベルリンから行くで、まあ、その後あの院を卒業してそのまま横浜市大 の、あの研究にもさせていただいております。うん、あれこっちったかな、これいいのか。まあ、今多くの方日本におられるのかなと思うんですけど、私ドイツのこの緑色のとこに おりまして、まあ、大体飛行機で乗り継いで18時間ぐらいのところに今おります。でここでまあシャリデベルリン科大学ってとこに今いるんですけど、これは設立が1710年、まあ、聞かれたことない方もおられるかもしれないですけど、大学としてあの設立が1710年ということで、まあ、ヨーロッパだったらもうなんていうんですかね、知らない人はいないっていう大学なんですけど、まあ、シャリテってチャリティの事前のシャリテから来てまして、まあ、4キャンパス合計3000床以上あります。でニューズウィーク誌で2023年の世界病院ランク7位っていうので、まあ、ヨーロッパに今ちょっとこの前まで1位だったんですけど、カロリンスカ大学ってスウェーデンの大学にちょっと抜かれてしまって今2位になってるんですけど、まあ、あの皆さんよく知っておられる森鴎外とかが留学してたのがこのシャリテで、あと北田と柴三郎がスケールがでかいな。そうなんですよ、あの森鴎外が舞姫の舞台になったのがここですね。あのルドルフ・ウィルヒョーとかのロベルト・コッホとか聞かれたことある名前かもしれないですけど、あのいわゆる、はい、あの日本が明治のあたりにあの医学を発展させようと思ってあのなんですか、ね、勉強しに来てたのがここ、うん、シャリッテ・ベルリン科大学です。で、まあ、ここであの今ステファン・ディ・アンカーというちょっと教授のもとであのラボにいまして、まあ、この教授はあの心不全とかがんにおける悪液サルコペニアの第一人者というので、まあ、心不全であの 筋肉量が減ってくると、まあ、予後が悪いというのを最初に言い出した人で、まあ、1200件以上の論文とかレビュー創設があって、まあ、あのエディターインチーフあのいろいろなんですか、ね、こう編集長というか、ね、雑誌の有名な医学雑誌の編集長とかされているような方です。うんうんうん、ここでちょっと1個質問してもいいですか、会場内に。うんうん、お願いします。ぜひ、ね、なんかあの医療系じゃない方っておられます？なんかリモートで反応していただけたら。医療系じゃない方、なんかリモート1人2人3人、あとは医療系ですかね、3名ぐらい、うん、もしちょっと医療系の話もしちゃうんですけど、あのなんか分からなかったら随時言ってください。でも答えできたらなと。基本的にあの私いろいろちょっと循環とか呼吸器っていうところをあの主にやっていて、心臓リハビリとかですね、呼吸理学療とか、まあ、まあそういうのを今ちょっと主にあの研究したりとかしております。もしよかったらあの X の方をフォローいただけたらなと思ってます。あ、ぜひ皆さんお願いします。はい、お願いします。でここまでがあの自己紹介で、海外研究留学、まあ、どんなことしてるのかなっていうのをやりながらちょっとあの内容中身に入っていこうかと思うんですけど、まあ、これがあのステファン・ディ・アンカーというか右で、左が僕私 の、あのスーパーバイザースプリンガーというので、2人で多分200キロ以上あると思うんですけどでかいですね私は真ん中にいます。はい、
私173センチ70キロぐらいだと思うんですけど、それでも全然でかいと思います、うん、この2人がいます。で今あのドイツちょっと起きてドイツ語勉強したいですが、あの研究の作業とかいろいろで日本のミーティングもやってたりとか、日本の研究とかタスクとかもずっとこなしたりとかしています。まあ、あの基本的にあの動物実験のラボなんですけど、まあ、今後はちょっと動物実験とかが増える予定で、まあ、他にも買い物行ったり観光したり、まあ、たまにビール、まあ、あのドイツというかビールっていうイメージの方もらえるかもしれないですけど、いいですね。そう、はい、そんなことでしょう。あのちなみにビールは500ミリリットルが 0.8 ユーロぐらいで買えるので、今の120円ちょいですかね。おお、ドイツに120円ぐらい。はい、あの水よりも安いと思う。水より。水よりも国も安い。水より安い。いいな。安いです。はい。あの街中でお兄ちゃんがよくビール飲んだりしてますね。なんか ドイツビール、ドイツビール日本のものと比べてどうですかっていうコメント来てます。あ、本当ですか。すみません、ちょっとチェックできないので、コメント、あ、こっちですね。ドイツビール、日本の味は、ですね、あの、なんていうんですかね、ドイツの料理はやっぱりあの皆さん想像いただいてるこう肉料理っていうか、あのソーセージとかが多いんで、濃い、しっかりした味が多いかなと思うんですけど、日本に帰って、ちょっと、飲んだりすると、なんていうんですかね、こう、さっぱりしてて、やっぱりその暑い夏にこう、うん、クッと飲むみたいなのが結構多かったりすると思うんですけど、うん、さっぱりしてるような、うん、はい、感じだと思います。ラガービールですね。ちょっと少し、はい、重ための感じだと思います、ドイツのビールは。はい、うん、はい、じゃあちょっと、どんどんチェックですね。まあ、その中でもドイツの2病院で理学療法、まあ、いわゆるリハビリテーションの一つ の、 あの部門ですけれども、理学療法の見学ということで、まあ、シャリテ の、 その大学の本体の方に今おられるマリアさんというところに行かせていただいたり、こちらのミュンヘンのいわゆる回復期っていう、まあ、リハビリの専門にしている病院のところ の、 あのちょっとつてを頼って行かせていただいたりして、まあ、そういったのが元になっております。あとはまあその、まあ、こっちにいるともうなんかネットワーク作ろうと思って、まあ、今ちょっといろいろやってるんですけど、まあ、これあのスザンナっていうのはプロフェッサー、理学療法のプロフェッサーでハンブルク大学の教授なんですけど、まあ、このハンブルク大学の教授とかこのマリアさんとかと一緒にネットワーク作ったり、まあ、今後もちょっと拡大していきたいなっていうふうに思ったりしてます。あとはあのちょっと研究もなんとか頑張ってやってて、あの日本、ヨーロッパ心臓病学会っていうのがあの毎年夏頃にあるんですけど、欧州心臓病学会で、まあ、これでコメディカル4人のファイナリストがあのアワードを目指して戦うっていうところでこの前選んでいただいて、オランダのアムステルダムだったんですけど、あのそういったところもあのなんとか頑張ってやっております。すごいですね。すごい。で、まあ、そう、あ、すみません、まあ、そうなっていって背景、まあ、その地盤をなんかなんとかしっかりできたっていうのはこのシャリでベルリン科大学というところの国際科というところに柏原さんという方がおられて、まあ、この方日本人、純日本人の方で、あの25年ベルリンに住んでおられるんですけど、まあ、この方がいろいろセットアップを僕のこと手伝っていただいたりとか、まあ、これあのそれこれヘルタベルリンというところのホームセンなんですけど、こういったところ連れて行っていただいたりして、はい、あのいろいろ手伝っていただいているとか助けていただいているっていうのが根底になります。でここから日本と海外の医療っていうのにちょっとずつ入っていこうと思うんですけど、まあ個人的にですね、ドイツの2つの大きな時期っていうのがあって、私2022年の4月からあの来てこっち来てまして、2023年の7月まだ単身でいました。その間は家族はあの横浜にいたんですけど、2028年から今この1月まではずっと家族でドイツで生活しております。でまあ、この2020年の4月から2023年の4月っていうところで、まあ、いろいろこうなんか、ね、研究したりとかいろんなこと見て回ったりしたんですけど、このドイツの教育制度っていうのを最初ちょっとこういろいろ見てみようと思って、あのこういうふうになってます。あの基本的にはあのドイツの教育制度ってこういう風になっていまして、基礎学校、まあ、いわゆる小学校が4年生の時に終わります。まあ、これ日本で言うと10歳ですけど、この時にほぼあの人の一生が決まります。
この総合大学に行ける方と、いわゆる職業専門学校に行ける方と、そのまま就職したりとか職業訓練に入る、この3つ、大きく3つあるんですけど、この時これのコースがこの10歳の時の成績で決まります。おお、早いですね。いわゆる12歳とか15歳でいくら頭が良くなったとしても総合大学の方には入れない、このギムナジウムってとこを通らないと総合大学に行けないんですけど、ここに入るための学力は10歳の時までの学力で決まってしまうっていうような、いわばやり直しが効かない世界になってるんですけども、その代わり、総合大学までの学費は全て無料で、大学院に入るときは基本その一研究者として入るので雇用されるので、大学院は学費を払いません。学費を、学費というか給料をもらいながら大学院で学位を取りに行きます。なんですごいな、日本の大学院でお金払って学位取ってたって言ったらクレイジーすぎるだろうっていうのはすごいクレイジーですか。はい、でここでちょっとクイズなんですけれども、ドイツの理学路士主にどこで予定されるでしょうか。1、左の職業訓練もいきなり働く、2番、職業専門学校、いわゆる専門学校ですね。3番、大学。じゃあなんかエモートで反応してください。1と思う方。ない。2、職業専門学校。僕も2かなと思いますね。ああそうですね。3の大学、うん、3の大学、3が多い、3は多い。すいません、今ちょっと遮っちゃいました。ごめんなさい、もう先生なんか、いえいえ、に日本だと2が多いんですかね今これ、日本だと今はですね、ほとんど大学になっていってます。あ、本当ですか。日本は、はい、2と3と、まあ、最初3が少なくて2が多かったんですけど、今ほとんど大学の方に移行していってます、で、ドイツはですね、ほとんど 98% ぐらい職業専門学校です。お、専門学校での、あ、専門学校2ですか、はい、学部教育はほとんどないって感じですね。だから、なんていうんですかね、ぶっちゃけ言うと、シャリって言って、まあ、先ほどお示したみたいに、ドイツ、ヨーロッパの中のトップクラス中のトップクラスの大学なんで、理学療法士や研究者として行ったら、ぶっちゃけすっごい舐められて、医者じゃないと医者と思わないって言ったら怒られるんですけど、まあ、こうフレコで、はい。っていう感じで、ちょっとまあ最初、結構苦労しました。はい、なんですけど、ちょっと次行かせていただくと、でもドイツでの博士号の価値はめちゃくちゃ高くてですね、これを持ってるともう途端にステータスが上がります。そして研究員で言ったけど、まあ、博士号を取ってる途中、博士号を持ってるってなると、そこでイーブンにやっとなれるっていう感じの、まあ、反対にこう持ってることが最低条件かもしれません。ドイツの社会でレストランの予約などでもこのタイトルを入力するので、まあ、ぶっちゃけそのなんていうんですかね、くら寿司行くときにドクター桃崎って書くっていう感じだと思います。かっこいい。そうなんです。言うとどのレストランの子も、はい、とかなんか郵送物の配送とかでもドクターとかドクターメッドってメディカって言うんですけど、そのつけるっていう、まあ、そうするとちょっと若干いいかな。いいんですか。若干扱いが良くなると思いますね。でここからはちょっとずつまた医療の話もしつつなんですけど、まあ、2023年の8月からですね、家族でのドイツ生活始まって、まあ、ここ結構ここからが、まあ、単身でいるときはいろいろ見たりとかして、ちょっとまあそういう感じなんだなと思って、日本の方が優れてると思ったんですけど、ここで結構ですね、衝撃的なことが結構あって、まあ、子育てがしやすいっていうのが本当衝撃で、これが一番ちょっといろいろ価値観が変わったんですけど、子供手当っていうのが出ます。で、1人毎月250ユーロ出ます。これは今のレートだと約4万円ぐらいです、1人です。なんで年間48万円出ますね、50万弱で。大学に進学し、はい、私3人いるんで12万円きます毎月。おお、すごい。で大学に進学した場合は0歳から25歳まで受給可能です。
で、ね、合計約1000 はい、でかつ学費無料なの で、すごい、で合計約1200万円もらえます、うん、あで保育園は基本無料で子どもたちは保育園行ってるんですけど、で、まあ、契約によっていろいろ違うんですけど、うん、朝昼おやつで毎月だいたい50ユーロちょいで約8000ぐらいなんですね。で、うん、これ1人です。食べれますよそれ。いいな。これでもあの保育園だと日本だと共働きだと多分6万円ぐらいするんですね。うんうんうん。1人月ですね。だから86、あ、それ6倍ぐらい違うんで。まあ、相当いくらこうどれだけ子供に手厚いかというのがちょっとよくわかるかと思います。でまあこれ子供がちょっと行ってるサッカースクールの画像なんですけど、こういうなんか人工芝とかのグラウンドがあって、こういうクラブチームがたくさんあって、まあ本当みんなサッカーのところ、こう子供の教育に特にその若いユース世代とかにすごい力入れてて、でみんなやっぱサッカーしてて、ここでなんですかコミュニケーションも同時に学んだりとかしていて、まあこういうグラウンドが本当たくさんあるんですけど、あとこれ公園の遊具なんですけど、これちょっと見にくいかもしれないですけど、これ中が砂場になっててですね、奥にすっごいでっかいなんかジャングルジムっていうか木で作ったなんか滑り台っていうか遊具があって、まあ、これの規模 の、 あの公園が本当町の至るところにあります。日本だとなかなか見えないやつで、まあ、日本だと、ね、あれですね、花火できない、自転車ダメ、ボール遊びダメみたいな、何しようみたいなのが結構あると思うんですけど、あの日本ドイツはもうこれでボールサッカーしまくってて、もう全然怒られないですし、はい、花火してても大丈夫って感じですね。で、まあ、街の雰囲気が全然違っていてですね、店で並んでても本当タトゥーがガンガン入ったお兄ちゃんでもさっき子供いると行かせてくれますし、あのバスに乗るとすぐにベビーカー置き場がガーンって広いとこがあって、そこを若いお兄ちゃんが座ったりすると横でおばあちゃんがもうすごい剣幕でどけみたいな感じで怒ります。まあ子供、はい、子供最優先の街の雰囲気で、まあ、日本と全然違うなっていうので、あ、これはだいぶなんていうんですか、そういう、とってもいいんだろうなと思っています。はい、ですね。でもまあ言ってもですね、世界ももちろん高齢化しているっていうのが事実で、日本はこの赤いカーブなんですけど、まあ一番早い、なんですか、曲線で、もう急峻にあの高齢化していってるんですけど、まあこうドイツ中ありますけど、この水色ですね、とこもドイツももちろん高齢化していってます。で、まあその中でもまあ、どう言ってですね、その、日本はやっぱ高齢者の医療っていうのに結構フォーカスしがちだなってしがちって言ったんですけど、結構そこにだいぶ高齢者っていうのは結構まあ僕臨床してる時もよくなんか言われてたし、日本でも言われてたし今もそう思いますし、若い世代とか子供についてのやっぱ施策って今やっとようやくなんか思い越し上げたんかなっていう個人的にはちょっと思ってて、ニュースとか見聞きしてると、まあそういうのでどうなってんのかなと思って、そういうとこちょっと高齢者とかも含めてちょっといろいろ見聞きしたんですけど、でやっぱりドイツの数十年の日本の現在なんじゃないかなっていうのがちょっとあってですね、あの、うんうんうん、これちょっと医療の話がちょっとグッと入ってしまうんですけど、あのそのミュンヘンの病院とか見学してると、まあ、80歳の女性で大腿骨の頸部骨折と同時に頭骨延位端骨折してる方で、うんうんうん、フレイル、低栄養、認知症みたいな方、こうよく皆さん拝見されるんじゃないかなと思うんですけど、うんうん、まあ、この、はい。で、でもドイツであんまりこんなような患者さんなんか担当してこなかったっていうので、結構言われてですね、うんうん、摩擦具どうしたらいいんだと、他もどうしたらいいと思うって、日本でこういう人が多いのかって、いや、すごい多いよって言って、どうしたらいいんだよく分かんないって結構言われてですね、まあ、こういう視点で立つと、日本の、あの、理学療法をもっと海外に発信できるのかなっていうふうにちょっと思っていて、やっぱ見学してても、やっぱそういう、なんか日本の理学療法、リハビリテーションのなんか質とか、あと研究のレベルとかってやっぱ非常に高いんじゃないかなと思ってます、うん。ちょっと取り留めのない話が続くんですけど、ちょっとお付き合いいただけたらいいんですけど、で、一方で高齢者の医療って、今ちょっとやっぱ SNS とかツイッターって、ね、X かとかでいろいろ議論されると思うんですけど、こうやっぱヨーロッパで見聞きしてると、やっぱ高齢者がの誤嚥性肺炎とか、その胃ろうの問題って結構フューチャーされると思うんですけど、やっぱスウェーデンとかヨーロッパでは、まあ、高齢者が食べられなくなると点滴や経管栄養を行っていましたが、ここ20年のうちに行わなくなりましたというのがやっぱ結構圧倒的に多いようで、今は点滴や経管栄養を行わずに自然な看取りをしますと、まあ、やっぱりそこのなんていうんですかね、こうちょっと説明が難しいんですけど、自然な経過で高齢
者になっていくのは皆さん自然になると思うんですけど、それでやっぱその影響で力を落としたりとか、その結果病状が悪くなるっていうところは結構自然として捉えていて、高齢化による誤嚥性肺炎についてはまあまたそれによる胃ろうとか接触嚥下の集中的なリハビリテーションはほとんどドイツでやってないです。なので、まあ、この辺はちょっと日本ともだいぶ違うから、やっぱなんかどうしても日本は死っていうのを遠く見てると思うんですけど、ヨーロッパとかはもう特にやっぱそれは当たり前のことだと、もうそうなったらご飯食べれなくなったらやっぱそういう終わりの時期が近づいてきてるんじゃないか。もちろんその脳卒中で嚥下障害ってなったとか神経の病気で何かなったっていうのはまた別ですけど、高齢者っていうことでそういう風になっていくっていうのは、まあ、非常に当たり前のことなんだよっていうような感じがすごいあります。まあ、その高齢者ってなると結構そこに医療とかリハビリがフォーカスしやすくなると思うんですけど、なんか僕がいろんなところに全ての高齢者に対応しないといけないのかなってずっとこうドイツ来てて感じて考えてます。ここなんか皆さんとまたディスカッションできたらいいかなと思ってます。であくまでもやっぱ高齢っていうとリスク、病状が悪くなるリスク要因の一つのはずで、高齢者が全員対応しないといけないのかなっていうのをずっと考えてました。これはサルコペニアっていうちょっと医療の専門じゃない方はちょっと恐縮なんですけど、あの加齢に伴って筋肉が弱くなるっていう病態を指します。でこれにはまあ加齢もあるんで、ここエイジって書いてますけども、これまで その病気の経歴とか健康状態とか性別もありますし、まあ、社会的な状態とかその胃腸の具合とかですね、あと心理的な状態とか、まあ、そういったのが影響されるんですけど、これの一つに高齢があるはずであって、でなんかその高齢者だと全部やらないとダメとか、その要するにさっきお伝えしたような、いわゆる状態が非常にシビアな方でも相当集中的にやらないといけないのかっていうのは、今後ちょっと日本だとやっぱ議論しないといけないのかなというふうに思ってます。でそれはなぜかっていうとですね、ちょっと少し話題を変えたいと思うんですけども、この 44,400円っていうのがちょっとあってですね、まあ、ここでちょっとクイズなんですけれども、これは何の金額でしょうかっていうね、4万5000円ぐらいです。ちょっと自由にお話、絶妙な金額、なんか4万円あコメントいただいたらいいかなと思うんですけど、発言いただいても結構です。うーん、なんでしょうね、なんか年金に支払う保険料とか、うん、あーなるほど、出てこないですか。これはなんか岡村さんが払ってるお金、払ってる、はい、払ったお金払ったことがあるあ、払ったお金、はい、払ったことがあるお金、うん、ヒントくださいっていう、うん、これですね、まあその毎月のなんかのお金です。なんだろう、電気代にしたら高いしな。うーん、ちょっと次きますね。これですね、岡村が実際に保険負担した社会保障費っていう、社会保障費、皆さんの病院にお勤めの方とか企業の勤めの方ほとんどだと思うんですけれども、私そのドイツに行く前は一回病院辞めて一回無職の時期があって、それ準備したりとかしてたんですけど、その時に1回かな払いました。で基本的にその病院に雇用されてるとある程度は病院が持ってくれるので、本当の額っていうのはちょっと見えづらいんですけれども、実際にこれ手元から出ていったら結構すげえ額だなと思って、健康保険が毎月27,800円、これ年齢とか収入によって変わると思うんですけど、で国民年金が毎月16,600円ぐらいだったんですけど、45,000円毎月出ていくんで、年間で50万以上このここに払ってるってことなんですよ。で考えると、そんだけ自分病院行ってるかなとか国民年金はまた別だと思うんですけど、健康保険こう3万円なんで40万近く自分病院行ってるっけっていう、やっぱちょっとふと考えたんですよ。で社会保障費の給付っていうので、まあ、こう皆さんご覧になられたことあるんですけど、もう本当うなぎ登りで、もうこれちょっとやばいぞっていうなってると思うんですけど、
でこうずっとやっていって、昔はやっぱり結核とかが多かったと思うんですけれども、今はやっぱりがんとか、その難陰性疾患ですね、そういう加齢に伴って生じやすくなる心臓の病気とか脳卒中とかそういうのが多くなると思うんです。で、まあ、これはちょっとあの社会政策課題研究所っていう江崎先生とスライドちょっと拝借したんですけど、あのこの一番上のですね、結核とかですね、皆さん分かりやすいところと分かりやすいところで言うと COVID-19 とかはあの単一のその疾患で単一標的型疾患で根治が可能っていうことがあのよく分かると思うんですけど、まあ、あのその検査して、まあ、この薬いくと早く治ると。でもそうじゃなくてですね、やっぱそのこのあのがん認知症とかを高血圧を起因してを単に発したそういった心臓疾患とかはやっぱ老化に伴うものが、生活習慣に伴うものがあって、やっぱこれはデータのなんていうか、ごめんなさい、蓄積に伴うその進行抑制とかもそうなんですけど、やっぱこれ結構ですね、あのその患者さんによって状態が違うんで、あのそのなんですね、このやこれをやればこうなりますよね、これやれば治りますよねっていうのが一概に言えないと思うんですよ。でちょっとこの辺ちょっといろいろ話が迷走するかもしれないんですけど、で先ほどのサルコペニアなんですけども、やっぱりその高齢になるに伴って筋肉の量が減少していく、減少していく現象ですけども、筋肉の量が減少していく老化現象のことっていうふうに厚労省労働省も言っていて、まあ、25歳から30歳頃から進行が始まる、生涯通して進行していくと言われています。でこれなんですけど、なんかサルコペニアになったら全員やらないといけない、うんうんうん、まあもちろんそうなんですけど、高齢者になれば全員やるってことなんですけど、うんうん、まあこれあの年普通の健常成人考えたときに40歳から50歳をまあこうそれまでか35でピークとしてもこうだんだん低下し始めると、ちょっとピークが遅いのかな、あのだんだんやっぱり45、45のところ低下していくと、これはもう皆さん絶対そうなると思うんです。これは健常者として、けどこのサルコペニアっていうのはこういったカーブが早く訪れる方、より低下している方ということで、まあ、ここがサルコペニアの重症度っていうふうなことは言えるんだと思うんです。じゃあこの握力とかをこうサルコペニアの診断基準とかに入っていますけれども、これが男性と女性の握力の平均値になっていまして、でここの握力ってことはこの上から下までの平均、平均値ってことは上から下までこういろんな人がいるってことだと思うんですけれども、この幅の中で、まあ、この下の人をサルコペニアと、まあ、捉えているんじゃないか、要するに何ていうんですかね、その出てるのね、その全員高齢者が全員サルコペニアになるわけじゃなくて、高齢者の中でもその最初から低い方がそのままサルコペニアになってるんだろうと。これは結構スポーツ科学、まあ、こっちのリサーチャーとかと話してもそうなんですけど、サルコペニアって結構注目されやすいワードだけど、もうちょっと早い前の段階、やっぱ生活習慣も含めて、例えば生まれた遺伝的な背景とかも含めて、そういったところから話しないとダメなんじゃないのっていうのは、結構スポーツ、医療じゃなくてスポーツとか体育系のリサーチャーにはよく言われます。なんで後でそれ戻せるのとか結構言われます。でいつも返答に困るっていう、はい、で求められるアプローチね、これ試験なんですけども、やっぱそれもっと前からやらないとダメなのかなって結構常々思っていて、まあ、あの公衆衛生的な発症、疾患発症前とかに今は公衆衛生的だったりとか、ポピュレーション全体にアプローチするようなものが求められているのかなとか思ってますし、まあ、入院後とかそれ以降に対しては先ほどのやっぱ社会保障費がぐっと上がってきてるっていうのもあって、まあ、より安価で効果的にあとかも出せる介入方法っていうので、まあ、理学療法、リハビリテーションと栄養っていうのがやっぱ持ちっていうのはちょっとずっと常日頃こっちドイツ来てずっと悶々と考えてます。けどですね、某 SCWD っていう学会があって、まあ、これ僕のプロフェッサーがやってる学会なんですけど、リスボンであってですね、見てて、あのこれあの筋、いわゆるサルコペニアとか骨格筋を主に扱っている学会なんですけれども、理学療法士とかリハの関係職種ってほとんどいなくて、はい、これリスボンなんで
ちょっと前のやつなんで、まあ、コロナの影響もあったんですけど、もうほとんどいなくて、まあ、デパートメント、まあ、すみません、2番のやつはいいんですけど、まあ、その全ての講演とか発表において、薬剤と英語は詳しい記述があるんですけど、運動理学療法はエクササイズってだけ書いてるだけで、何回やったとか、どれぐらいの強度でっていうのは出てないんですよね、なくて。で、これちょっとうちのラボでやってるやつなんですけど、このベータ遮断薬っていうお薬使うと、まあこれラットのモデルなんですけど、悪液質、まあ、そのがんに伴って筋肉量が減る疾患ですけども、これを軽減して生存率を向上させるっていうのが、まあ、そういうお薬とかも常に出てきててるんですけど、もうこれ聞いて、まあ、こんなんも実用できる、日本で実用化できるのかなと、お金すごいかかるやんとか思ってですね、結構難しいなっていうふうに思ってます。で、例えばこれベンチプレスって、僕筋トレ好きなんですけど、ベンチプレス皆さん聞いたことあるこういう風にバーベル上げて、こう大胸筋とか胸の筋肉を鍛えるトレーニングですけど、こういうのスポーツ系のやつで見ると、今ここ、小さくて見えるかな、はい、ちょっと待ってください、ね、僕が見て今2300件ぐらいあるんですね、このベンチプレスっていう方法だけとか効果によって。やっぱ結構そのスポーツとかトレーニングの領域とかで考えると、そういうベンチプレスって一つの種目とっても、大胸筋を鍛える種目とってもかなり研究がされていて、リハビリテーションでこんだけやってるのかなっていうのは結構ずっと思ってます。で、今のは理学療法の中身の話になってるんですけど、これはニューイングランドジャーナルっていう有名な雑誌に出た、心不全患者に対するリハビリテーションの有効性について検討した研究ですけれども、ヤーブハートフェイラー、これ見るとですね、このボディマスインデックス BMI がインターベンション後に 32.9、 コントロールは33なんで、まあ、こんな人いないっていうか、高齢で年齢が73歳72歳で全然違うっていうですね、もうこんな人日本におらんしみたいな感じで常日頃思ってますけど、まあやっぱりそのちょっといろいろぐちゃぐちゃちょっと喋ったんですけど、まあ、求める理学療法は何かなっていう、要するに身体的にはリハビリテーションとして何が重要なのかなってずっと考えてて、まあ、単なるエクササイズの技術ではなくて、より詳細なかつ効果的な理学療法プログラムの開発が必要なんじゃないかなっていうので、やっぱりそのずっと日本ドイツとかの理学療法リハビリテーションの質を見ててもやっぱかなり高いなっていうふうに常日頃思ってて、日本オリジナルのデータを理学療法士の手で作り出すっていうか、まあ、発信者社会実装まで含んでちゃんとやらないと、まあ、なかなか厳しいんじゃないかなっていう、まあ、社会保障費の抑制とかもそうなんですけど、まあ、そこに行ける価値があるんじゃないかなというふうにちょっと思ってます。これはまあ、これはちょっといいです。で、まあ、そうは言いながら、ごめんなさい、どうしようかな。で、まあ、エビデンス創出に向けた理想的な研究流れっていうので、まあ、こう今までの研究をサマライズして、まあ、RCT って言ってあれなんですけど、作為化比較試験とか、まあ、そういったちょっとなかなかリハの領域では難しいかもしれないんですけど、そういったのでちゃんと明らかにしないといけないのかなと思っていて、まあ、余談なんですけど、カナダでは RCT する前にシステマティックレビューっていう、これ今までのレビュー、今までのエビデンスをサマライズすることは義務に法律で決まっているんですけども、まあ、こういったところからもちゃんと今までのエビデンスをしっかりと蓄積して、ちゃんとそういうのを積み上げていかないといけないのかなっていうのは結構思ってます。まあ、そうはい中で、まあ、そのこうサルコペニアとかのやつを論文栄養に関してはちょっと書いてきたりとかですね、これも一緒にやったんですけど、透析の患者さんの栄養の問題と点と末について一緒に書かせていただいたりとか、まあ、その腎不全の患者さんと悪液質についてのリハビリテーション栄養とか、これも桃崎先生入っていただいて書かせていただいたんですけど、まあ、そういったところを取り組んでいきました。であとは今これちょっと論文書いてる途中なんですけれども、これまでのその慢性腎不全ですね、腎不全の患者さんに対するリハビリテーション栄養というか、栄養と運動の組み合わせた介入が少ないってこともシステマティックレビューでこう明らかにしていて、まあ、そういったところに今後ちょっとやっていかないといけないのかなというのはちょっと思ってます。そうですね、でもかな、ごめんなさい、
てなんですけど、ちょっといろいろ飛ばしててもすいません。いろいろ行ったり来たりしてて。なんですけど、先ほど出していたこの、今はそれはちょっと日本をベースに考えたときに、そういうのをちょっとずっと考えてて、やっぱり皆さんも考えてたりとかして、サルコペニアとか筋肉とか骨格筋にフォーカスして、栄養と絡めたそのリハビリテーション、栄養から見たリハ、リハから見た栄養とか、そういったところって結構フォーカスされて、やっぱそれはもちろん高齢者がベースにあるからっていうのはもちろんあると思うんですけど、この ESC の学会とか、あのいろんな海外の学会行っていて結構思うことがあって、なんかそんな骨格筋についてみんなそんな注目していないなっていうのが結構肌感覚とか、みんなディスカッションを聞いてて思います。特にコメディカルの領域では QL がやっぱ最も重要視されてるのかなって。でやっぱ患者立脚型アウトかもどれだけちゃんと丁寧に取ってるのかっていうのが結構こっちの学会来てて思って、まあ、骨格筋は分かったで、で患者の訴えとかどうなんだっていうのは結構言われます。でこれもでまたこれは最近受けた授業で、ゴードン・ガイアットってあの EBM を世界で初めて提唱した、あのゴードン・ガイアットっていうあのプロフェッサーのセミナーを受ける機会があって、まあこれあのシステマティックレビューされてる方だったら知ってるかもしれないですけど、グレードっていうのを作った海の前の一人ですけど、まあセカンダリーアウトかも騙されるなと、あくまでもセカンダリーであって、まあ真のアウトかも注目することってことで、まあよくあると思うんですけど、筋肉量がなんか改善したとか関係するっていうのはもちろん大事なんだけど、患者さんの QOL とかその生活のしにくさがちゃんと改善してるのかとか、死亡率とか再入院率がちゃんと良くなってるのかっていう、そういうところをちゃんと見ろっていう話を結構してて、一つの骨格筋とかを一喜一憂するなとか、まあそういったところは結構あって、まああのそれ辺がさっきの ESC とかでのアウトカムの注目度の差にも出てきてるのかなという。やっぱどうしてもその骨格筋とか握力とかに注目しやすくなるんですけど、やっぱ全体見ないといけないのかなというふうにと思ってます。でまあさっきの求められる学路は何かっていうところに追加になるんですけど、まあ今後やっぱりそういったのを見てですね、あのレスポンダーというかその理学療法ずっといろいろ話してきてまとまってないと思うんですけど、高齢者の中でも注目するべきところは注目しないといけないですし、介入しないといけないと思うんですけども、やっぱりそれでも限界のある方とか、これはやっぱり理学療法とかリハに反応しない方も絶対いると思うんで、何が何でも全員に思いっきり投入しないといけないかっていう、そういった時はもうちょっと終わりに来てるのかなっていうのは、社会保障費の伸びもあったりとか、そういういろんな価値観の変容とかもいろいろあると思うんですけど、そういったところでどういう方が効果あるのかっていうのをちゃんと見極めないといけないですし、やっぱりその握力一つとかその歩行スピード一つもまあ大事なんですけど、じゃなくて、まあ、真のアウトカムをちゃんと追求してですね、研究していかないといけないのかなっていうふうに、ちょっとずっとこっちドイツ来ててこの1年ぐらいずっと考えてました。はい、でちょっとここからはあとちょっと数分だけお付き合いいただきたいんですけど、まあけど本当にそんなことできるんかいとまあ言われるのかなって思ってなんですけど、まあ、日本だとやっぱりけどとかやっぱりとか、あ、これちょっと少しまた変わっていきますけど話が、日本ではけどとかやっぱりなどのようなネガティブな指摘から結構始めてないですかっていう、でこれもドイツに来てて相当に思ったところです。でドイツを含めた海外は何かを成し遂げた時に絶対にコングラチュレーションズから入るっていうのは本当にね、どんな小さなプレゼンとかでもそうなんですか、ありがとうございます、あの本当にそうなんです、研究のミーティングでプレゼン終わっても絶対そうなります。で日本にはもう出る杭を打たれるが本当に多くて、岡村も留学前は失敗したらどうするんだっていうのを結構言われました。留学したことない先輩に留学したことあるとか、僕の恩師とか留学したことある先輩方は絶対行ってこいって言ってくれて、もう絶対それはそういうチャンスあるので行ってこいって言いました。で日本はこういう会話が多くないですかってことで、まあ、失敗したらどうしようとか、他の人にどう思われるかとか、もう少し上手くなってからとか、まあ、強烈なピアプレッシャーがあると思っている節があるんじゃないかと、まあ、大事なのは自分がやりたいかどうかなのかなと思ってます。でも日本人の典型例っていうので、まあ、出る杭を打つし同調圧力あるし、人の足を引っ張るこびるのかなと、まあ、これらの逆をいかに今後できるかっていうのが、まあ、このなんか経済も含めて閉塞感のある日本をちょっと打破するには必要なのかなってずっと思ってます、はい。でまあ、こんなマインドセットないですかっていうのでちょっとまた違うんですけど、英語は世界における共通言語の一つ
だとは思うんですけど、日本よりも海外の方が優れていたりとか、英語を話す地域が優れていたりとか、英語を話すことが優れているっていうようなマインドセットないのかなっていうのはちょっとあって、まあこれは海外とのコミュニケーションに英語は必要なんですけども、まあ堂々と日本を誇ればいいんじゃないかなっていうふうに思っています。っていうのもこっちに来るとですね、日本の漫画とかアニメっていうのがむちゃくちゃ人気で、ポケモンとかもむちゃくちゃ街中にあります。まあ、鬼滅の刃もそうですし、日本の代表するような漫画もたくさんあります。で、まあ、こっちのアニメ好きなちょっと同僚とかにちょっと言ったら、もう正嗣は羨ましいと。その、俺の好きなアニメとかをオリジナルで感じれるっていうのが結構言われてるんですよ、こっち来て。なるほど。そうなんだと。で、やっぱその日本語で発信するぐらいの気概でいいと思うんですけど、まあ、こっちでやってることを見に来いやぐらいの感じで、まあ、ガンガンやっちゃっていいのかな。日本のカルチャーオリジナルとして吸収ために日本語って書いたんですけど、まあ、どんどんやっていって発信していったら、まあ、日本のやってることはこうなんだよっていうのをちゃんと作って出していったらいいのかなと思ってます。で、それなんでそういうふうに不安になっちゃうんだろうなっていうのを結構考えてたときに、この論文にあったんですけど、このちょっと小さくて恐縮なんですけども、日本人はですね、セロトニントランスポーターって、まあ、セロトニンですね、快の気持ち、快の感情 を感じる時の出てくるセロトニンですけど、これの受容体の数が世界の中でも極めて少ないってことが明らかになってまして、ですね、ちょっとこれ小さくて申し訳ないんですけど、ですね、アフリカアメリカンとかはこの LL ってやつがですね 55% ぐらいあるんですけど、日本人にとってはもう 3% ぐらいしかないと。だからもう遺伝的にやっぱりそういうその不安を感じやすい生き物みたいです。でこれは自分自身に満足しているかっていうのを内閣府が取ったアンケートなんですけども、この、青色のところがそう思うと、自分自身に満足しているっていうことを見るところなんですけど、日本だけ低くてですね、韓国、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、スウェーデンともうこんくらいのやつなんですね。でこの前回調査との比較でこうデータがちょっと少し古くて申し訳ないんですけれども、25が 7% なんですね。はい、そうです。ちょっと増えてきてるというのもかなり少ないというような感じのものなのかなというふうにこういつも思っています。まあ、これさ最近見た動画なんですけど、本田圭佑さん負けた人や失敗した人に日本はマイナスされてるはると、やっぱりまあそういうのはずっと考えていて、まあ、ここをいかに打破しながらちょっと日本としてのプレゼンスを高めていけるか出していけるのかなっていうのは大事なのかなと思ってます。まあ、なんかこうキャリアでも何でもトライしようとしている方でっていうので、まあ、日本人はとにかく失敗と成功の二元論、どっちか二つになりがちなんですけども、やっぱ本当は何回も失敗した先に成功があるんじゃないかなっていうふうに思ってて、まあ、自分が留学する前はネガティブな意見も相当あったんですけれども、まあ、とりあえず海外の土地を踏んでそこで飯食って生活できれば良い経験になるぐらいで取り組んでいて、今いろんなことを考えてるんですけど、まあ、そういったところも目指してやっていって、まあ自分のやりたいことにトライして目いっぱい楽しむのが一番なのかなと考えております。で、まあなんかこうメールアドレス貼ってるんですけど、まあネットで調べていただいたらなんかいろいろメールアドレス出てくると思うんで、もっともこういった留学とかそういうのに関してご質問あれば、言っていただければなというふうに思っています。まあここで最後ちょっと2つ知ってる方もらえるかもしれないですけど、アインシュタインはですね、まあ、人生には2つの道しかない、一つは奇跡など全く存在しないかのように生きることで、もう一つは全てが奇跡であるかのように生きることだというふうにしていて、まあ、この後半のような生き方ができればいいなというふうに常日頃思ってます。ジョン・レノンがこれ最後言ってるんですけど、人の言うことをなんて気にしちゃダメだよと、こうすればああ言われるだろう、こんなくだらない感情のせいでどれだけの人がやりたいこともできず死んでいくのだろうと思って、まあ、やっぱやりたいことをしっかりやって、まあ、この研究のそうですよ、リハとかもそうですけど、まあ、明らかにできないこと、できていないことをもっとどんどんやっていったらいいのかなということで、まあ、最後アビーロードのビートルズが歌ったアビーロードの動画で画像を描いて締めたいと思います。以上です。
で、これがもう最後のやつですね。で、また質問、今受け付けたいと思うんですけど、まあ、初めに質問するやつ、これ最近見たやつで、ちょっと好きで、いつも書いてるんですけど、初めに質問するやつは偉い。次の人が続きやすくなる。バカに質問するやつは偉いと。質問の内容のハードルを下げて、関係ないやつです。質問するやつはまた偉いと。この話が広がると。まあ、どんどん言っていただければなと思います。はい。いろいろちょっと話して、取り留めるような話でしたけど、以上になります。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか元気が出ました。私は。ありがとうございます。なんか聞きやすくなりますね。このスライドで終わっていただけてありがたいです。ボケた甲斐がありますね。偉かったということで。はい。皆さんからもあれですね、質問を。なんか来てますかね。ドイツでは作業療法士さんや言語聴覚さんと臨床で一緒に働かれますかっていう質問ですね、中野さん。うんうん、確かに確かに。ですね、作業療法士さんと言語聴覚士さんはおられるのはおられるんですけど、例えばセラピストが12いたときに PT8OT1ST1 っていう感じかもしれません。で、これは作業療法士さんがどう言ったらいいのかな、どう言ったらいいんですかな、ちょっとその辺詳しいところは分かんないんですけれども、なんか結構上司のことに関連したことに関しても病院で PT の方がやってるっていうのをちょっと見聞きします。あとそのやっぱ日本と違ってって言うとあれなんですけど、相当早く家に帰すので、とりあえず帰れたら返すという感じなんで、まあ、生活のとこに踏み込む前に、日常生活とかに踏み込み前に帰ってるっていうのとこもちょっと聞くので、そういったの理由になってるかもしれません。 OT さんが少ないのはちょっと分かんないんですけど、あと SE さんについてはさっきの話でちょっと出てたかもしれないんですけど、やっぱり疾患による嚥下障害は相当見てると思うんですね。なんか神経の麻痺とか、まあ、脳卒中とかもそうなんですけど、けどもやっぱりそのいわゆる高齢者のサルコペニアとかに伴う誤嚥性肺炎についてはちょっとまた日本とやっぱ違っていて、あんまり重要視してないです。なんでそういった面から、あ、落ちちゃいましたか、消えちゃいましたね。なるほどなるほど。国によって結構違うんですね、やっぱり。PT さん免許はなんか一緒なんですかね、陽性校がどれぐらいあるかですかね。あ、確かに確かに確かに、聞いてみたいところですね。やっぱり海外は海外用の理学療法士免許を取らないとダメなんですよね。あ、どうなんですかね。なんかたまに聞く、ドイツはいけるのかな。なんか東南アジアだと働けるとかそういうのありますかね。なんか医者だと東南アジアは働けますね、日本の免許で。もう行ける地域と行けない地域があると。戻ってこられましたね。お帰りなさい。すいません、ちょっと落ちました。失礼しました。よかったです。はい、どうしましょう。次行きましょうか。ドイツの病院食どんな感じでしょうかっていう質問来てますね。ああ、なんかちょっと入院したことないんであれなんですけど、なんかお腹の手術とか、なんかでかい手術してもなんかパンとハムとチーズみたいな感じみたいです。ドイツだ。ドイツだ。パサパサしててすごい食べにくいらしくて、あ、結構大変って言ってました。ちょっとした汁物とかスープはないっていう話を知り合いのやつ言ってましたね。ービールが出てきそうだな、ドイツ。いいですね。そんな感じだと思います。だからあんまり期待、日本の方がはるかにいいと思うんです。あとは、なんだろう、
ドイツの医療分業の状況はいかがでしょうかっていう質問ですね。どうなんでしょう。基本的にあの日本にある資格がそのままあるって思っていただいたらいいと思うんですね。そうなんですね。そうですね。なんですけど、どう言ったらいいのかな。そうですね。でもそもそも患者さんがあんまり病院に来ないんですね。入り口を相当絞っている。ああ、病院にアクセスが難しい状況になってる。ですね、そうですね、時間気にしなくて大丈夫です。あ、大丈夫ですか。はい、日本だとパッとなんか具合悪くなったら病院に行けると思うんですね。例えば皮膚の具合が悪くなったら皮膚科に行ったりし、目の具合が悪くなったら眼科に行ったりしっていうのはあると思うんですけど、基本的にドイツとかは家庭医っていうのがいて、そこにアクセスして、そこの家庭医が判断したら専門医のところに行けるとか大きい病院に行けるんですけど、その家庭医のところに行くにも予約が必要なんですね。でちょっとお腹痛いってなって予約しようと思ったら今週空いてなくて来週みたいな感じなんです。いきなり専門医に見てもらえないってことですね。見てもらえないですね。だからで、そうですね、だからそれなんていうんですかね、そのすごいと言ってですかね、やっぱ最初の家庭とか、ジェネラルプラクティショナーっていうのかな、英語だと。そういう方はたくさんおられるんですけども、それ以外の職種の方はそんなにたくさんいないと思います。なんで、予約してても具合良くなってきたら、ね、もうそれ外来行かなくていいんで。確かに、はい。で、けど、一方で、その、ちょっと悪くなってきたときに、まあ、日本の漢方じゃないんですけど、ドイツはドラッグストアにもすっごい種類のハーブティーが売ってて、ハーブティー、なんかそのそれでよくするだから、はい、カッコン糖みたいなやつね。だからそういうのをしっかり飲んでご飯食べて寝ろみたいな感じなんですね。まあもちろんその仕事が休みやすい雰囲気のドイツっていうのもあると思うんですけど、日本と違って、日本はどうしても、ね、その診断をつけるために病院に行くときもあるじゃないですか。 COVID もそうだと思うんですけど、そういったところで医療を圧迫してるところももちろんあると思うんですけど、そういったことはなくて、ドイツのドクターも外科医の先生とか内科で忙しい先生も、もう4時5時にはきっちり帰ってます。な感じです。はい、ありがとうございます。その他は、なんか日本は薬に頼りすぎですねっていうことですね。そうですね、症状の方は、いっぱい書いていただいて、どっから行きましょうか。アヒさんの最後のコメント拾えますか。体操教室などで予防に取り組まれているけれども、まあ参加してる人も限られるので。まあ、多くの方に働きかけるには何か必要でしょうかっていうことですかね。さっき岡村さんが言ってたなんかポピュレーションアプローチの話とかですかね。まあそうですね、あとそうですね、ちょっと過激なこと言ったらごめんなさい、高齢者も高齢者もやっぱり課税者も3割にした方がいいと思うんですね、負担が。なるほど。日本は安いですからね。そうなんです。この体操教室とかもそうなんですけど、
基本的に健康意識の高い人しか来ないと思うんですね。うん、確かに。一番困ってるのは、さっき僕とかの額は4万5000円でしたけど、ずっと健康にやってて4万5000円の5万払ってる方は病院行かないんですよ。うん、けどもやっぱそうじゃなくて、そのいわゆるそのぶっちゃけ好き勝手やってきちゃった人たちが、まあそうじゃない病、あのがんとかでもそうじゃない原因の方もいると思うんですけど、基本的に生活習慣が良くなくて、お酒すごい飲んだり、タバコめちゃくちゃ吸ってて、心臓とかがんとか脳卒中とかなる方がたくさんおられると思うんですけど、そういったところの額をやっぱちょっと変えないといけないかなって、個人的にはこうすごい過激なこと言ってたらすみませんと思っていて、やっぱすごいこうアクセスがイージーで料金が安いってなると、病気になってもいいやっていうのは増えると思うんですけど、根本的にやっぱそこになると結構困るよっていうのをやって、でもちろんその先天的な問題とか、小児からそういう障害抱えてるとか、そういう方に対してはやっぱ手厚くした方がいいと思うんですけど、生活習慣とかそうなってる方についてはもうちょっと厳しくしないとダメなのかなと。けどもそれはやっぱり与党が、票田っていうかですね、票の田んぼ、票田を持ってようとしたいから、まあ、そういう改革はしないのかなっていうのは個人的には思ってて、すみません、ちょっと政治の話絡めて申し訳ないですけど、まあ、その辺はちょっと少し難しいんじゃないかなっていう、っていうふうに思ってます。医療費を上げると、みんなが健康に気を使うよっていうことですね。確かに確かに。さっきのあの、学費の話なんですけど、子育て世代の人とか若い人にはすごい、すげえなと思うと思うんですけど、消費税ドイツ 19% なんですね。おお、すごいですね。じゃあ今子育て支援しようって若い世代をやって、まあ、例えば大学院に行く人を多くして研究力を日本で高めようって、まあ、今日本の論文の問題もそうだと思うんですけど、じゃあ 19% にしますかって言ったら多分皆さんしないと思うんですよ。やっぱりその現場の人たちの問題と一般のポピュレーション、一般の市民が思ってる価値、多分ズレがあったりとかすると思うんで、そこはなんとかしないといけないのかなっていうふうに思ってて、ちょっと過激な発言で申し訳ないんですけど、なんかそういったところを改善していかないといけないのかなと。だから一足飛びに改善できる問題ってなかなかないのかなと思ってるんですけど、まあその健康教師に来てもらう方アプローチするには、今後やっぱりその AI とかアプリケーションとか、そうですね、そういう、まあ、この VR とかもそうなんですけど、それやっぱり遠隔でどれだけアプローチできるかっていうのは非常に重要なのか、まあ、ここ辺はその自治体とか企業、まあ、企業もやっぱり開発スピードが海外に比べたら日本は相当遅いので、やっぱ Google とかいわゆる GAFA に比べたらやっぱ遅いので、やっぱここをどれだけ早くできるか、でそれに自治体と医療者がアプローチして、研究としてもその実装するためにしても早くしないといけないのかなというふうにはちょっと思ってますね。はい、ありがとうございます。質問はそんなところでしょうかね。はい、じゃあ岡村さんの講演はこれで終わりとさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。めちゃめちゃ面白かった。ありがとうございます。ね、はい、で最後にちょっと告知をいくつかさせていただきます。3月10日の日曜日なんですけれども、1時から5時ですね、このクラスターでバーチャルリハ栄養学会というのをちょっと開催します。でこちらは、まあ、リハビリテーション患者さんの栄養管理ですとか、薬剤管理、心不全管理アプリのお話ですとか、医療ブロックチェーンですとか、アバターワークのお話ですね、あとウェアさんからメタバースと医療教育についてお話をいただきます。はい、頑張ります。ありがとうございます。こちら無料でどなたでも参加できますので、ぜひよろしくお願いします。でこのバーチャルリハ栄養学会はですね、もともと3月2日に三重県で開催されるリハビリテーション栄養学会の学術集会の、まあ、共催っていう形で行われるものになってます。
で、学術集会のテーマはこのデジタルヘルス時代のリハビリテーション栄養ということで、まあ、リハビリですとか栄養管理に関するメタバースの活用などのですねお話などが入っています。でこちら学生さんと研修は参加費無料で、オンデマンド配信もありますので、ご興味ありましたらよろしくお願いします。もう一つですね、バーチャルリハ栄養学会の方では AI アートコンテストっていうのを、同時で開催する予定になってます。で現在生成系 AI を活用したイラストを広く募集してますので、こちらもぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。私からは以上です。上谷さんは何かありますでしょうか。はい、私の方もちょっとスクリーンをお借りします。はい、はい、あ、写真大丈夫です。はい、いいですかね。はい、私の方はクラスターで同じく1月20日に国家試験対策医療学生向けのセミナーを行います。1月20日と21日と28日の3回です。今年はで9時からですね、ありますので、まあ、クイズワールドを使ってちょっと楽しく学べたらなと思いますので、まあ、ご興味ある方はぜひぜひ学び直しということも含めてご参加いただけたらと思います。もうそんな時期ですか。以上です。そうですね、2月の頭ぐらいにはちょっと始まってきますね。看護師さんとか皆さんぜひよろしくお願いします。はい、ぜひお願いします。はい、じゃあ最後にちょっと写真撮影をしたいと思いますので、皆さんちょっと前の方にぜひ来ていただけたらと思います。岡村さん真ん中でぜひ。うまく操作できるかなと。そのあたりですね、ちょっと壇上の下あたりに来ていただけると嬉しいです。あ、なるほど。あ、大丈夫かな。はい、じゃあちょっと名前か取っていきますので、なんかリアクションとかお願いできたらと思います。じゃあいきます。これにしますか。ん、これか。じゃあ、あ、 Y ですね。3、2、1、パシャリ。もう一回いきます。3、2、1。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、皆さんありがとうございました。あとですね、次回なんですけど、1ヶ月後の、2月の第2の金曜日の8時からですね、ちょうど1ヶ月後なんですが、メタバース住民のための健康管理っていうことで、私と、あと今日来てますけど浜松医大の栄養士さんの白井さんとですね、ちょっとイベントをさせていただきますので、そちらもご興味ありましたらよろしくお願いします。ぜひぜひお願いします。上谷さん、また司会お願いします。はい、がぜんボケさせていただきますので、しっかりよろしくお願いします。はい、じゃあこれでイベント終了としたいと思います。岡村さん、ありがとうございました。ありがとうございました。上谷さんもありがとうございました。はい、ありがとうございます。皆さんもありがとうございました。ございました。あ、こまちょさん、会場を設定していただいてありがとうございました。助かります。